続いてのアトラクションは男子 100m 決勝、出場選手をご紹介いたします。第2レーン、与那原涼君、フェイスワーク。第3レーン、準決タイム2番目、伊藤光君、ミクロン成立。第4レーン、永田俊斗君、アトホーム。第5レーン、準決タイム3番目、熊田達也君、東京ガスエコム。第6レーン、準決トップタイム、林拓磨君、HDY1。本当に分かりました。今季国内ランク2、デーデーグループ成功。同級生デーデーブルーの選手、10秒3人。男子 100m 決勝、1着は7レーンを走りましたデーデーブルート君成功。時間は10秒